アルフリート・ヘイガーは、ドイツのレーシングドライバー。出身はエッセン。主に、ツーリングカーレースで活躍しており、旧ドイツツーリングカー選手権や、ドイツスーパーツーリング選手権に参戦していた。1988年から、旧ドイツツーリングカー選手権に、BMWM3 で参戦を開始し、この年にレースで優勝し、シリーズ8位を記録。 1992年まで BMW でこのレースに参戦を続けた。キャリアの中で、ヘーガーは BMW、アウディ、ホンダ、プジョーのワークスドライバーを務める。最高成績は1986年と1988年のスパフラン・コルシャン24時間レース、2000年、ニュルブルク・リンク24時間レース、ポルシェ・スーパーカップでの総合優勝など。 STW カップには、開催者年度の1994年から、引き続き BMW で参戦し、レッドブルリンクで優勝を収めて、前線で完走を果たした。1995年は、これまで在籍した BMW を離れてアウディに移籍。ハンスヨアヒムスタックとリナルド・カペットと共に、アウディ A4 をドライブする。優勝こそなかったが、前線で完走を果たし、ポイントを獲得。 2位を2回、3位を1回記録。シリーズ5位となった。その後も、プジョーやホンダから参戦した。2000年6月、彼は、ポルシェ・セントラム・コブレンツチームのポルシェ996、GT3R で、ベルント・マイレンダー、ミハイル・バルテルス、ウーベ・アルツェンと共にニュルブルク・リンク24時間レースに優勝。1998年以降は、 FIA GT 選手権や FIA GT1 世界選手権にも参戦している。その後、レースから一旦引退するが2007年に再びポルシェスーパーカップレースに出場。2009年にフォルクスワーゲンモータースポーツが使用したフォルクスワーゲンシュロッコ GT24 を使用し、ニュルブルクリンク24時間レースを得る。ポルシェ935は 2010年のルマンクラシックシリーズでヘーガーをドライバーとして起用することを目的として2009年からクレーマーレーシングでポルシェ935も準備を進めていた車である。ヒジャーズを経営責任者とするヒジュルスポート GMBH とポルシェドイチュラント GMBH に代わってポルシェスポーツカップドイツレースを主催。オルトフリット派がレーシングキャリアプロフィール。 ドライバーデータベース。www.driverdb.com2020 年2月13日閲覧。ダーウェイシンインターネットサイト http www.darwe シンで、スポーツ、ロカルスポート、エッセン、ニエリシティックルージギャラシン ID1943946HTML。タイトルイコールは必須です。 サイトウェブテンプレートではアクセスデート、イコール引数が必須です。アダックマイナス二十四エイチインターネットサイト h t t p スラッスラッシュ w w w 二四エダッシュ r e n n n ドッスラッシュ u p l o a d s スラッシュ二四エダッシュ r e n n 二千九エダーグブニーズゼムと p d f タイトルイコールは必須です。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ダーウェイシンインターネットサイト、h t t p w w d a w e y s h i n で、スポーツ、ロカルスポート、エッセン、ハガカルトアウフダイレンピースとズルック ID578484HTML。タイトルイコールは必須です。サイトウェブテンプレートでは、 アクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。